生徒さんいるな。で、さらに打ってからの、で、から耐え、打ってからの、あわわ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 なるほど、まあ、こっちで配信しときゃいいのか、そう。なるほどな。もうこれゴミじゃん、ゴミ。ゴミ。ゴミ。よし。消えた。狙ったわけじゃないけど消えてしまった。別に狙わなくてもこれ消えるんだよな。なんか知らんけど変なとこでも普通に消えるしな。これ全消し、全消しは？全消しはできない。聞こえてんのがもう全然気にする気がないので知らん。消えてなかったりなんかあっても知らん。ポーズかけて、よし、これで OK。 なんだ、何飛んでくんじゃねえか。よく手から打つね。寒っ。マジ最近寒いんだけど。二段階認証早く入れろみたいなメッセージいっぱい出てくるじゃんこれ。クソ、二段階認証入れられるんだったらもう入れてるし。スピンダブルを作ろうとしたら D スピンダブルになってなかった。これ起きたくないんだけど。あ？
ストギャス入れて、で、で、こっちからワーク消してから、まあ、まあ、いけるでしょ。多分いけるでしょ。いけ。いけ、いけ、いけ。足りる、足りる。これ足りるんだ、足りる。足りて、足りて、足りて、足りて。足りて。お願い、お願い、お願い。あ、なんなん、あの、四角のずれ方。あの、ティースピンやったら終わりやん。あれで決まらんかったら結構苦しい。寒っ。うん、まあまあ仕方ないよなこれ。うん、仕方ない、仕方ない、仕方ない。でもね、うん、ミスしたのは仕方なかったけど、その後の振り方は良くなかった。だからこのミスは仕方ない。ミスするのは仕方ない。このゲームミスは出る。ただしその後が悪い。はあ、なんだこれ。これ運が悪かったら負けてた。運が悪かったら3連敗。4人かな。いや、まだ入ってねえじゃん。4人だと思ったら。ダブルになっちゃった。いやー、くそ。はーはー。どうすんのこれ。こうこうやってドネイトすんの。ドネイトに持ってくの無理やり。うん、跳ね返したら勝ちだね、これ。いやー、そう、簡単にはいかんか。いや、これ負けじゃん。これ負けじゃん。これ切れるんだね。相手が何も持ってこないから。突撃入れて、でもう一回がかわし、もう一回いけるでしょこれ。間に合ってる。あー、間に合った、間に合った。よし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 、同時に打ったから勝ち。はい、わからん、わからん。こうで、ゴミみたいな。実際ゴミやんこれ。ゴミみたいじゃない、みたいじゃなくて、実際ゴミな、ゴミな形作って、で、はいはいはい、オッケー、はい、オッケー。よーし、もう勝ちでしょ、これ。
こうやるやん。で、行くやん。よし。あ、これ行けるでしょ。よし。今はチャンス、チャンス。チャンス。チャンスタイム終わった。とりあえず好きなように攻撃を送っとけば勝てるみたいな感じのところはある。さっきからねゴミを量産してる。ゴミの大量生産だこれ。だからねさっきからねドネイトやってて、ドネイトだけど勝てやんからこれマジで。ドネイトおまけやから。まあね、こんな感じでね、やりたくなるから。やりたくなって、そうやっちゃうと、このポケモン負けるから。ほら、やばいでしょ、これ。ほら、やばい。よし、合わせた。よし。よし、よし、ああ。いける。よし、いけるでしょ、これ。ボタン押した瞬間に IRS 聞いてなくて変な形になるやつ。てか、なんでそこでボタン押してないのに回転が入ってたりするの。これ死ぬでしょ。これやばいでしょ、これ。で、相手が青島に向こう行けないから行ける。攻撃来たら死ぬけど。どこやった。あ、危なかった。KO の時に間違ってボタンを押しちゃうと、その操作が次のブロックに反映されちゃうんで死ぬんですよ。で、効果音になってるから、それが効いたかどうかも確認しにくくて。いやー、あれはね、もう、ほら、なんかずれるやん、これ。はー。で、こうやるじゃん。で、こっちから入れて、どうすっかな。ね、変な形にしかならんからこれでいいかな。いけたやん、これやったぜ。ああ
まあ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 まだいけるでしょ、まだいけるまだいける。ワンミス、ウツミスしたけど、まだいける形。もうこれあかんのじゃん、この形は。この形、ワンチャン即死あった。ワンチャン即死ゲーやからね、俺。例えば、スーパーマリオとかでいうところの、今、ファイアフラー取ってるのになぜか、一気に穴落ちて死ぬみたいな感じ。例えるなら、ロックマンの、体力満タンなのになぜか、トゲに当たって死ぬみたいな感じ。で、そういった感じのワンミスでほぼ即死みたいな感じのが、まあ、このゲームにも。うん、まあ、多くはないけども、少なくもないぐらい、多分、あるというのが、多分そう。ああ。いや、今、テトリスやったやん。テトリスの、テンパイ持ってったやん、これ。いや、持ってったって、これ。なんだ、これ。まだいける。まだいけるって言ってからさらにミスして。で、さらになんか形厳しくして。いや、だからさ、なんでここでさ、もう一回攻撃飛んでくんの、これ。ここで攻撃飛ばすの、それはダメ、それダメ。何やってんのこれ青飛ばしたと思って青飛ばしてねえじゃんこれ。はあ、あ、これ実力不足や。うん、これはもうゲームが悪いとかじゃない、これ実力不足や。ああ、しゃあない。
で、これどっちが勝つんだろうな、これ。今見たところだと、これ AC が若干有利。若干じゃねえな、半分ぐらい有利だな。で、フィールド半分を押し返していくが、まあ、ちょっと掘りづらい形になってて、やはり、クブロー氏は苦戦を強いられる。で、さらに T スピンダブルと、で、トイテドリスの攻撃が来て、下がる。まあ、仕方ないな、これ。掘りづらかったから。掘りづらいって無理ゲーでしょ。まあ一旦受けて、一旦受けて、でもう一回攻撃して、攻撃送って、ああ、やばいやばい。あ、これやばいじゃん。攻撃来てたら死んでたじゃん。手紙全然見えてないもんな、このゲームな。やってるとき。見れるようになったら、ようやく人減ってきたとこやで。二人にならないと見えない。これいけるでしょ。ここまでがよく見るような攻撃のパターンで、で、ここまでもさらによく見る形で、で、こっからが、まあよく見ないところなんだけども、死ぬと。ていうか、なんであれ、ドレイとなってたの、今。なんか、話しながらやってたら気づかんかったけど、なんか、気づいたら、ドレイとできてた。やば。とても強い。でもね、そういうとても強いところがあったとしても、このゲーム死ぬから。で、7コンボつなげて。なんとかなりそう。なんとかなって。ああ、今なんとかなりそうやったのに、いきなり苦戦を強いられてしまった。え、どうすんのこれ。死ぬじゃん。なんか知らんけど、勝ってたわ。これどうなってんの？よう分からん。
家やでよ、もう。このゲームで操作ミスしないのは無理ゲー。そんなやつおったら教えてほしい。で、これいけるんじゃん、これで。でも、一回攻撃、穴の上に積んでしまってるから、ちょっと愚策な感じはする。ほらね、こうやって、TSP 見に攻撃力ないから、このゲーム。やっても意味ないから。これダメじゃん。これダメな形じゃん。はい。よし。またね、棒が必要な形いっぱい作っても、速度でご利用しすればなんとかなるから、このゲーム、まだなんとかなってしまう。速度でご利用せできないゲームだとありやるとつぶる。どうやるんだっけ、あ、こうか。で、ずれる。はい。はい。どうする？こう。の4段下心をリカバリーとかできると超かっこいいけど全然できないって感じ。よし、いける。はい、できるとね、ほんとかっこいいんよね。で、ああだからそんなんやったらあかんから、死ぬから。緑欲しかった。マイクうるせえな。よし。ああいうな、S と T と入れて4段作って復活っていうか掘りをするみたいなのって DGM とかでできるとほんとかっこいいけど、あれ全然できないんで、大体みんな諦めてしまう。これで4、またこれ 5じゃん。これにとっての5だから、5段だから4段にして、で取って、まあいいや、これは仕方ないし、すぐ取れるし。どうすんのこれ。
かね、頭おかしい人だったらここでこういう感じでやっていくんだけど、頭おかしい人になっちゃった。そうで T スピントリブ行く人みたいな、それとか DT4 行く人みたいな感じの、すごい人はそういうのやっていくけど、こっちは練習としていいでしょ。今日対戦とか対戦で勝つことが目的というよりも楽しむことが目的なんで、一番きついこのゲーム。三段がどうしようもない。あ、一段足りねえや。フォーカスがずれてる。で、一回押して、はい。で、ああ、なんじゃこれ。でもこれはいける、これはいける。よし、さっきのなんかよくわかんない動きしたところとかそういうのもあったけど、まあまあなんとかいける。ここにこれ積んでもいいの？いや、積むんだけど、積むんだけど、で気づいたらなんかピースピンできるんだけど、でやっぱできるじゃん、なんか知らんけどできるじゃん。あ、これ綺麗な形だった。これ安定してる形でってもよかった。こういうの毎回組めたらめっちゃ強い。
押した。残り確定させて。これしゃあないわ、もう終わったやん。攻撃きすぎやって、これ。はい、こんばんは。これはね、実力不足やけどしゃあない。これしゃあないでしょ、こんないっぱい攻撃かぶったら。掘るの奥ちょっと遅れてたし、抜きそうな後いっぱい来てたらどうしようもないでしょ。まあ、勝率 88% やで。全然そのゲームテンポが違うんで、追いつけない人も多分いるんだろうなと。わあ、ダメじゃんこれ。もうこれ、はい、もう掘ればなんとかなる。これの攻撃とかも時間かかるけど、掘る方が早い。この形。今だいぶ危険な形だったで。これどうしよう。じゃあどうしようって考えるより先に、とりあえずは置けっていう話だね。まず置かないと話が。だからさあ、マジでさあ、攻撃さ、いっぱい、これ絶対狙ってきてくるでしょ、これ。これしゃあないでしょ、これもう。バードは狙われてたでしょ、これ。安定取れなかったら死ぬから、このゲーム。安定じゃないのはダメ。ここやん。って言ったけど、結構出てこないときは出てこないよね、きっと。もうこういうのね、置こうと思っても出てこねえじゃん。あ、
これ死ぬんじゃねえ。ほら、これ死ぬじゃん。とりあえず今日のこの配信の説明をしておくと、東京大学テトリス研究会の、サークルの活動の一環で、まあ、オンラインの、その定例会というのを今行っているんですけど、それの、なんていうのこれ、活動の様子の配信です。攻撃を送った感じある。誰もその通話をしようとは言ってないので、ね、今日はこのまま多分終わるんじゃないかなって思ってますが、うん、多分ね、誰かしたいって言ったらそのまま通話になるから、そういうことにならないってことです。まあ今日は通話ないってことですね。まあ私はそういうこういう活動だと話しながらやる方が好きなんですけど、これさ、またこれきついじゃん。ここで、あの時はダメだろ、あれ。あれやったからさ、ゴミみたいになったんだって。で、はい、これもこういう、ファック。いや、だからそこでそれ出したらあかんやろ。今さ、ホロッとしているところでホールドから出して来れないって選択するってありえないでしょ。トリスカイアプヨデとはこんなんですかね。私はよくわかんないんですけど、まあやりたい人が、てかそもそも人口がかなり減っているので、ね、結構分散しているんですよ、その人口も。で、みんな、どんどんやめていっているような状況にあって、で、例えばそれが、まあ、どうなってるかとかっていうのはよくわかんないんですよ。まあ、ぶっちゃけ私がよく知らないってだけなんですけど、そこら辺の勢力図とか、勢力関係とかあまり関係なく、自分のやりたいのをやるのが、なので、で、まあ、ぶっちゃけ人は少ないですよ。で、でもまあやってる人はいるかなみたいな。だからそのテトリスフレンズ今やってるやつもやる人はいるし、でもどういう時に人が集まってるのかも最近わかんないし、でも基本的には、そのニコニコ生放送だとか、Twitch だとか、いや、Twitch じゃないかな、ニコニコ生放送でその人が集まって、で、配信を始めて、それで人を集めて、で、やって、で、30分の何回かの繰り返しで終わりみたいな感じですよね。
で、大体1時間ぐらい経ったんで、今日はいつまでやるんだろうな。多分言わないと分かんない。もうこれもね、これ死ぬから。これ下手したら一撃クリティカルでクリハリみたいなのあるから。それとちょっとまた、かぶるところあるかもしれないんですけど、今年か、ね、来月の3月22日に、また、e スポーツ学生選手権で、テトリス部門、で、ぷよぷよテトリス PS4 版を使って、大会やるっていう話が、もう決まったみたいなんで、興味ある人は、まあ、学生であるという思う人は、ぜひ、検討してください。別にね、学生になるって簡単なんで、そこまでしてやりたい人はどうぞみたいな感じですね。テトリスっていうと、なんだっけ、テトリスのなんか新しいので、またなんか大会、ウィークリートーナメントみたいなのをやってるっぽいんですけど、あれはまだやってないんで、知らないです。なんだっけな、あれ。なんかあったと思うんだけど。よいしょ。どれだ。テトリスバーストみたいなのがなんかあって、それで、意外、手は変えてるっぽいですけど、なんかよくわかんないです。まあ結構豪華な景品出てるとか、そういう話もあるっぽいけど、まあ興味のある人はやってみたらいいんじゃないですかね。多分海外のゲームだと思うんですけど、どうなってるのかちょっとよくわかんないんで、そういったものがあるということしか私はまだ認識してないので、そこのトピックもまだ読んでないですし、実際やってる人に話聞いたわけでもないので、そういったものがあるということは、まあ、広めといてもいいかなと。で、こうやって、で、ファイル、いける。これ勝ちでしょ。もう一回攻撃して、はい、はい、3発打って、
このゲーム、LINE の送る量ってあんまりその強さとか関係ないんで。やばいやばい。これはやばい。こっちに倒すべきだな。うわぁ。いい感じで入った。狙ったわけじゃなかったけど。あれ、狙ってなくても入っちゃうからな。操作に詰まってくると勝手に入っちゃうから、どうしようもないとこあるんですよね。ずれたらこうでしょ、こうやって。どっちどう入れる、こう。だいたい直感の方が正しいんだよな、これって。じゃこのゲームのライン戦闘っていうのは本当に攻撃を送って実際に送られたものしか出てないんで、総裁に回された分っていうのはカウントされないんですよ。だからずっと防御に回っていると全然ライン戦とか増えないので、まあ一見同じようなぐらいの2人だったとしても、先に送った方がかなりそこの数値は大きくなるんですよ。したらなんかもう一人残ってるのもまたとても危なそうな形だから、こいつ送ってみて。あれ、掘られたね。やばやば、帰ってきた帰ってくると思わなかった。余裕やろって思ってたかったら全然余裕じゃなかった。はい、しゃあないから行こうかな。ああ。なんで回転入れへんねん、これ。クソか。やばい。って言ってたら死ぬ。だからさ、こうやってさ、いっぱい消えんのやめてほしいんだけどね。マジで最近入りやすくなった気がする、これ。昔はその存在がまず知られてなかったからっていうのもあるとは思うけど、さすがにここまで入るとは思ってなかった。はい、まあ、とりあえず TDA で決めるっていうのも悪くはないですね。うん、後から見てこれ失敗だったと思ったけど、TDA って結構安定性に欠けるんです。安定しない。
例えばこうやってこれで、はい、トムを作るとか、そういうのはまあ安定を取るような行動ですけど、そうじゃなくても安定は取れるし、そうじゃなくてもそういう行動を取ったとしてもそれが安定であるとは言えないし、どうすんのこれ、マジで数秒フリーズするのは良くない。最近また変な形組むようになったし、とりあえず掘ってから考えるっていうのはさらに強くなった感じあるし、あまり良くない傾向な気がする。あまりドネイトに頼りすぎるといい形に見えないんですよね。形が汚く見えてしまう。ミスか。まあまあこのゲームミスしたら死ぬから。はあ、今入れたやん。もうこれ絶対入ってたってこれもう。こんな感じでそのラインズジェンドちょっと入れ替えることもあるんですよね。なんか20とか30ぐらいだったら入れ替わっても勝つことあるし、なんかラインズジェンドが多いからって、いや、じゃあ少ないからって言って弱いわけではないけど、まあ多いっていうのは大体強いです。消してしまった。あ、もうなんかこれも今消したくないんだけど。これはなんか変な形になった感じ。で、これどう？もう一回。いやー、こう見たかった。ちゃんと。自分の思うような形で掘りたかった。これ自分の思ってる形と違う。自分の思ってる形っていうのはもっとスマートで洗練された形で
そしてなんかもっとやりやすいような形だった。こんな複雑じゃなかった。もうこれじゃない。ダメじゃんこれ。なあ、これはいいよ。これはいい感じに。もう一回詰めて、メサガネもう一回詰めるけど。メサガネもティースピントリプルが、ほら、いい感じじゃん。相手今絶対油断してたから。そんなに攻撃飛んでこないみたいな感じで思ってたから。多分何も考えてなかったから、それでやられてしまったと。警戒されてたら結構死ぬような感じだったけど。死ぬじゃん。やば。つらい。いけるいける。まだいける。まだいけるぞ。まだいける。よし。よし。いける。はい。はい。ずれる。まあまあ、いっかな。これで。はい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 。いける。私も数年前までそんなティースピン、まんま組めなかったんですけど。やってるとね、なんかいつの間にか形が増えてくるんですよ。これはまだいけるかな。最近はもうなんか面白いというか変な形になっても、もう TSP に持っていけるような力っていうのがついてきたんで、そう、昔はそういうの結構詳細に解説してるいいページがあったんだけど、まあ、ちょっと技術量が多いという欠点はあったんですけど、まあ、良かったかなと思うようなとこあったんですけどね。今どこだ、残ってるとこ。多分ないのかな。私は知らない。うん。これ危ないから、いや、だから危ないんやって、これ。だから、まあ、危ないから、取ろうとしてんのに、なんでそこでさ、そのまま、さらに押すの。危ないって言ってんのに。あ、ここでティースピンできるじゃん。もう一回ティースピンができる。強い。もう一回ティースピンできるぞ。氷は遅いけど、なんかいっぱいティースピンができる。
もう掘らなくていいんじゃね。掘らなくてもなんとかなるんじゃね。強っ。そうなんですよね。日本では本当にいいページなくて、で、TSP にまとめられてるっていうのは海外のページになっちゃうんで、本当、敷居というかハードルが高いんですよね、今。まあ、だから他の人の技術見て盗むとかしかないし、それも、まあ、効率的ではない。私はそういうの好きな人がいてちゃんとまとめてたんだけど、結局足引っ張る人がいて、それに対してで、みんなで足の引っ張り合いしたら良くなくなっちゃったんですよ。これね、こうやってね、はい、偽 DT って言われるやつね、これね。作っちゃいけないやつ。でも、知ってた。これ作っちゃいけないの知ってた。もうこれでいいや。ゴミ。これはね、これがゴミだから、あ、これがゴミって言ったら死んだじゃん。くそ、くそ、20段目しか埋まってねえじゃん、これ。なんか嫌な予感したんだよ。嫌な予感したら的中した。20段目で死ぬやつや。知らない人に解説すると、このゲーム、なぜか棒が出現するときは20段目がの、真ん中の4箇所、どっか埋まってると死にます。必要です。ゴミ、またゴミ組んだ。ゴミ、はいはいはい、いっぱい来るいっぱい来るいっぱい来る、はい、こうだからさ、そんなやってやろうとしないの今。それは違う、やってないやってない言ったら、なんか別の人に似てきてしまった。これ出すの大丈夫なんですね、マセが。このゲームホールドから出すって知らない。ホールドから出して死ぬのっていうと TOJ とか、テトリスパーティープロプレイヤーとかそのあたりか。でそれ以外は大体死なないので、TSP ね、分かんなかったらね、どうしたらいいんだろうね、あれ。そう、なんか、すでにやってる人は知ってるけど、あれ知らないから入れないみたいな感じになってしまってるでしょ、今。あれ本当に良くないことだと思ってるので。それはもうなんかプヨテトが出る頃から本当に思ってて、どうにかしたいところもあったんですけど、結局どうにもできなくて。てか私のその知識も非常に少ないし、
てか、プロテトもさ、もう2年経ってるのに、まともな攻略情報ないんですよ、あれ。2年も経ってるのに。そう、プロテトでどうするのがいいかとかみたいな、そんなのが全くない。あれもひどいことですよ。ちょっとひどいんで、あれも、なんかね、はい、25時までの予定で、はい、わかりました。よいしょ。25時までってことで、はい、今、連絡回ってきたんで、25時まで。配信も、こっちの配信も多分それぐらいまでになります。で、今、来た人いるかは分かんないですけど、そういう人に向けて説明しておくと、これは東京大学テトリス研究会の活動のオンライン定例会の活動の配信です。で、なんでここでやってるかっていうと、最初は別のところで、このサークルのスイッチのチャンネルでやるのかと思ってたんですけど、だから私が別に通ろうと思ったら、やろうと、やると思ってた人が結局できないって言ってたんで、じゃあそのままやりましょうってことになって、ここでやってます。の攻略の記事とかは、どこが準備すればいいんだろうなって。うちもそういうとこには時間とか使っていいと思うんですが、どうしようかないんですよね、あれ。今のその雰囲気とか考えても、なぜかそういうとこ持ってないから、まあ仕方ないところは十分あって、うわこれ死んだじゃん、あまだ生きてる、よかった。出てはもう、はーい、死にました。はい、しゃあない、ミスしたのが悪い。うん、っていうか、うん、あれも、ずれたのは、悪い。クソゲー。いや、海外のページの翻訳が一番早いんですよね。うん、あれ、日本で出てきた技ばっかりなのにね。なぜかね、日本が、そういったところから遅れを取っているようになってるんですよね。日本追が強いっていうのは、もともと日本で考えられてた技が多かったからっていうのもあるんですよ。それが、まあ日本でそのまとめられると、ほぼ同時期にその海外でまとめられるようになって、ヘイ、ヘイ、that's okay。 I speak English。 まあ仕方ないんですよ。
私はコメントの多い方に反応するので。No, no, no, no. I'm not a racist. いや、多分これ翻訳持ってきてるだけですよ。こういう風に言ってるのは。どっちか分かんないですけどね。1だ、1だ、よし、楽よ、いきます。あー、ちょっと目を離すとこれだ。I'm playing with his friends in private room. Because I'm playing I'm doing So I'm playing in private room. English 聞くのは大丈夫なんですけど、プレイしながら英語話すのは結構苦しいんですよ。結構ね、リソース持ってかれるので。そう。So, you cannot join. これいけるじゃん。よし。よし。パーフェクトクリア。イエーイ。イエーイ。よし。あなんでさ、これ一個だけ出んの、これ。これ、この一個。この山の一個。これがなかったらパーフェクトクリア、もう一回できたのに。Because it's which is easy to record and export to YouTube, ちょっと今回のこれは多分このまま YouTube には上げないと思います。多分ね、今回は。まあ、その次とか、ちょっとまた、それはメンバーと話し合って、そのあたりは決めていこうと思います。今回は、配信するっていうのを取り急ぎ決めたので、
これはうまい。これいい感じだ。ちょうどメリハリがついて、ね、攻撃した後ちょうど取れるようになってるし、で、ま、守りにいきなりちょっと迎えるような形になっててよかったですね。You can see my record on sprint on Tetris friend com。 おい死ぬじゃん。おで、これ貼ればいいんでしょう、多分。だからね、そこね、どっかでこのまあ、サイトのとこのどっかにあるから、もう探してって感じ。どうなってるんですかね、これ。うん。クブローさんが今回勝ちましたね。いける？パーフェクトクリア。当たってて。これいけるでしょ。これね、突っ張りたかったけど無理だね。そこで突っ張ったら死ぬな。はい、TDK の構えをしつつ、まあ、やっていくわけなんですけど、 あれね TDK 強そうに見えて弱いので、意外とみんな気づかないんですけど、あれ弱いです。そう、 うまく使えると強いんですけど、あんまりうまく使えないので弱いです。しやすいんですよ、あれ。これ、あ、危なかった。一段上がってたら死ぬとこだった。はい、はい、釣れる。Not so many JapaneseNot so many Japanese don't like European. But sadly,
not so many Japanese speak English. あ、これダメじゃん。これ積んでんだ。はい。まあでもいけるいける。スマートな方法。スマート。これスマートな方法だわ。So many Japanese can speak English. どうしよう。いいでしょこれで。ああだからさこれがねゴミっていうの。クソ、これはクソゲーだった。ゲーやったら仕方ない。はい、でこれはね、これやっちゃいけないことなんですよ。なぜなら掘りが遅いんですよ。記事を目処に今日の配信は終わります。正直に言うと自動翻訳使えるよりも普通に英語書いた方が読めるんですけど、私がその答えられるのが日本語になってしまうっていうのはあるんですけどね。もちろんそんなに考えるような内容じゃなかったら喋れるんですが。あ、これすごい。これはいい。ちょっと乗り越した。これはいいやつだ。
俺はいい感じで組んだ。いける。おー、強っ。あー、強い。とっても強い。久しぶりにあんないい感じの攻撃打った感じがする。とても良かった。50ぐらい考えて何も出てこなかったら多分それなんもないから諦めるっていうのは重要ですわ。どうすんの俺。こうねえ、こんななんかカッチ悪いの組んじゃうの。でもこれはいける、これまだいける、もう一回いけるから強い。日の手とやってた人が最初に詰まるのは多分この速度の差とか操作の差とかそういったところだと思うんですけど、そこって結構まあ根の深い問題なので、You cannot play. And my stream will be end. Will be end until 1 o'clock on JST.So the rest time it is 10 minutes. このテトリスはこれ無料でできます。なんとね、今なら無料でできるんですよ。っていうのもこのサイトにアクセスすれば多分 PC 使ってたらできるはずなんで、あとはなんか携帯Android とかでも、とりあえず、感染ぐらいはできたって報告があるんで、頑張ればできるのかもしれないですが。
これ死ぬな。こう持って。まあ普通はこうだな。普通の攻撃のパターンを考えるとどっち。でこうだな。はい。OK。でも一回攻撃して OK。 よし、1時で終わりなんで、あと3、4回やったら終わりですね。やっぱこんなよくルール遅くなのにこんなよく人いるな。これはうまい。よし、これはすごくいい感じに決まった。これはね、いい。こんなのは、これはさすがにクソだ。どっち？どっち？どうすんのこれ？あ、そっか。そのままでいけたのか。あれ。コンボが繋がったのに。まあ、なんか一人やられそうな感じになってる。ん？そうでもない。そうでもない。やられてんじゃん。まあそうなりそうな感じしたけど。グーテルとかだと普通に OK なんだけどね。このゲームはもう操作の奥速さに比べてソフトドロップが遅すぎるので、あれやると死ぬんですよ。まあ、うまくいけばなんとかなるんだけど、大抵の場合失敗するんですよ。あれ
だってあのスピンってあの組み方ってまず限定的な状況でしか使えないし、今のルールだとそんなに強くないので、あれが強かったのはテトリス DS なんですよ。あのそれが強かった理由っていうのも、そのティースピンミニが、ミニスピンミニシングって今言われてるやつが、バックトゥーバックついて3段の攻撃で、通常のそのままでバックトゥーバックがついてなくても、2段分の攻撃があったから、あれがまあ強かったんですよ。同様の理由で、ヨシヒロとか、ワンツーパンチとか言われてるのも、それも、ティースピンミニシングルが攻撃力2が2段あったから強かったんですけど、今だと使う意味って全くないですね。そう、バックトゥバックつけるのにあれやるのはちょっと効率悪いです。完全に消えたわ。だからまあ今使ってる人そんないないでしょう。あれはところは柔軟に変えていけなきゃいけないくって、でもそんなのなんか全部やってらんねえから危ねえなこれ。動かなかった。リリーフあんまり好きじゃないから、あれは なんというか、あれリスク高いんですよね、私からすると。あれワンミスしたらほぼ負けだから、あれ操作に自信のある人しかできないんで。で、私はそんなに操作早くというか正確ではないので、あれはもう使わない。ただそれだけなんですよ。うわー、もう死んだじゃんこれ。クソゲー。TSD とか開幕テトリスだといくらミスってもまあ9割方なんとかなるから安定に倒せるんですよ。DTO って攻撃的ではあるけども、その分テクニック高いテクニックが必要になるし、っていうか、そういや、そこのサイトも潰れてたな。あれ、最初に公開されてたのも。あいつ言っとくか。もっと別のとこに置けって。そういや、そこのサイトも閉鎖してたわ。はい、お疲れ様でした。はい。これで最後です。
ぱい飛んでくるんだよね。うん。これもね、Tスピンシングルミニの攻撃力がプロジェクトとは若干違ってて、これは攻撃力ないんですよ。単体では攻撃力がなくて。ミスしたけど、まあまあまあいいでしょう。なんとかなる。DT4 ってそんなに安定させられないので、ワンミスで結構死ぬんで、マジだからあれが好きじゃないんですよ。GG です。お疲れ様でした。じゃあ、配信はこれで、はい、終了したいと思います。はい。まあ、来週あるかちょっとわかんないです。じゃあ配信もこれで終了します。これか。終了は。